の捕虜にされましょう。西王は着々と武力を整え、露国を飲み込む気で準備しています。拝謁も先延ばしにされ、痛いか。もっと痛いか。よいぞ、戸を開けろ。国賊め、出てこい。小生も、国賊め、出てこい。国賊め、先の者め、何をしてる。許されるもの、早くしろ。皆様、ご用件は。長生坊、国を裏切ったな。皆で一立ちずつ貴様を、貴様を切りつけてやろうか。人を殺したい者はお主か、お主か、誰だ。よかろう、さすればやるがよい。さあ、知ってみよう。早く。この場で炉の使者の命を奪いなどすれば、西王は炉に出兵できなくなる。そうなれば、皆様の領地はどうやって取り戻すおつもりですか。西王に会った方はどなたかおられるか。西王の考えは誰も知らぬはず。貴孫様は新王を立てる。今すぐ炉に戻ればまだ間に合う。遅れると機会を失いますぞ。報告、西の使者が炉の使者に面会を所望。すでに炉王様にも謁見を。王様が宴にお招きしたいと。隣にいる炉王も宴にお招きになりましたが。私は存じません。まさか西王が仲裁に入り王様を国に返すのでは。私に銭がないだと。その国に2000歩の田畑がある。西の商家の者を呼べ。田畑を売る、荷の中に軽が一組ある。王様、
遠くの水では渇きは癒せぬもの、うん、領土をやる、割譲する。そうだ、町を三つ譲ろう。いや、町五つだ。贈り物の一部を王様に。王様、交渉白なき今、どこを割譲するというのです？既存、孟村、宿村の三冠氏は皆同族の上に親戚です。連中の領地の割譲は何があろうと無理というもの。ならばいかがしろと。ん？ずっとここにおれと申すか。神、小生坊ご挨拶に。そなたか。何をしに来た。まだ神と名乗るか。既存以上に使わされてまいったのか。既存様とは関係なく、王様の臣下として参上いたしました。贈り物も用意して。いらぬ。既存以上に伝えよ。信号を立てたら姓は直ちに出兵する。はい。宋国も蔡国もこの私の味方だ。頼れるのは姓だけではあらぬ。宋や蔡はともかく、姓はおそらく出兵しないでしょう。王様は帰るに帰れず、去るにされませぬ。西王の狙いは、炉が乱れている間に天下を取ることなのです。西王に兵を使い三冠氏を追い出すよう話します。それはよい。炉に戻れるなら何でも叶える。王様、その者は下船の身で口がうまいだけです。信用できませぬ。もっと身分が高い者に伝えさせるべきでしょう。しかも既存様はすでに王様を迎えるつもりやもしれませぬ。何もこの者の売名に手を貸さずとも。既存様は信用を立てます。夢を見ても無駄です。三冠氏平定を何を望む。今は宰相です。摂政にすると約束してくださるなら、王様のために働きます。何を、貴様のごとき下船の者が摂政になりたいだと。承知いただけないならそれまで。町は譲れても官職は与えられぬと。おかしな話ですな。奴を摂政にする。摂政にしたら何をしてくれる。
コウ殿は上達が早い。次の曲に進むとしよう。先生、まだ指使いもおぼつきませぬ。譜面は読めても技の方が追いつかぬ次第です。あ、弟のコウです。いつもこの調子で。聞いたぞ、博識だそうだな。古い時代の譜面がわかるか。往年の人々が戯れに書いたものだ。わからぬやつは黙っていろ。騒乱の額はご存知か。武王が中央を討伐した後に太公望が戦死者を祀るため作った曲とか。そうだ、その通り。これがその譜面だ。演奏されたのはただ一度だけ。鬼神も驚いたからだ。故に武王はこれを禁じ後世に伝わらなかったのだ。なれど古の都で古墳を300も掘り見つけた、見つけたのだ。やっとのことでな。長く琴を弾いてきたが、この曲は弾いてはならぬ。何がわかる。小楽しかり武楽しかり、温厚で素朴であり悲しみの度が過ぎるのがよいのか。琴を習うだと。静けさを求めてここに来たくせに。先生、小生坊殿がお見えです。お前の弟子たちに国賊と呼ばれた。お前も私を追い出すのか。家からだ。局府は混乱している。家を訪ねた折、風の氷に薬を変えずにいた。私が特別に調達して届けておいた。感謝する。我らは兄弟同然、お祈りの面倒を見るのは当然のことだ。国の衰退についても共に考えるべきであろう。頼みがある。ロエと戻ってきてほしいのだ。李の誕生日も近い。奥方は一人で家を切り盛りし毎日大変だ。断る。妻は私が牢を離れたわけを知っている。帰らぬわけも承知している。既存様はこうおっしゃった。新王には有能な臣下が必要だ。お前は何を担当したい。存分に活躍できるぞ。国のために働けと。望まぬ者がいるのか。離れて初めて炉の祭りごとのひどさが分かった。君臣ともに堕落した。上の者は闘鶏や比べ馬にふけり民を苦しめ、下の者は媚びを売るのみで民のことなど気に留めぬ。役職に就いたらまずお前のような狡猾な奴を除く。分かったか。いずれの王も同じであろう。生まれつき地位がありわがままだ。お前は厚遇されなかった。それなのに忠義面をするのか。既存様に従わぬなら西王に出兵を願い出て王様を戻らせるか。それも出世の道。
どちらかを選ぶのだな。もうよせ。失礼する。しろ。琴の手入れを。高級は炉にいた時から暗へと通じていました。こたび生へ逃れた者のうち一人だけ生で官職を得ています。しかも白々しくも滑稽になるのは断った。明らかに野心を抱いていながら謙虚なふりをして我々を騙すとは実にけしからん。決断すべきです。世王を見ていると出兵したら高級を徴用するはず。高級は第二の子孫です。日に三度姓の大病に参拝する一方で王様のところには参りませぬ。安永と大きな計り事を巡らせているのです。ん？計り事ですよ。それで西洋が苦しむことにならなければよいのだがな。小生坊殿が来ました。王様、高級は相変わらず頑固でこう申しました。炉の祭りごとはひどいものだったと。さらに君臣ともに堕落したとも。炉に戻るつもりは毛頭ないなどと話しており。もうよいわ。たかが主典の息子がよくもそんなことを抜かしおってからに。高級を殺すべきです。姓が出兵しないよう画策しました。国賊を殺すべく愚決断を。高級は一介の死に過ぎぬが世間では博学で知られておる。根拠もなしに殺せるのか。王様、いにしえより霊士でも乱でも邪魔なものがあれば取り除けと申します。高級には能力があります。学問をするだけならかようにあまたの弟子が必要ですか。弟子にはモーソン様の子息二人に英国の剣士もいます。高級は少しずつながらも実力を蓄えてきているのです。王様、そのようなものを信用できますか。ご決断の時です。その通りです。かような折に高級が西王に何か進言いたせば西王の出兵の意志も弱まることでしょう。まさか我らにこの地で骨をうずめよと仰せですか。王様、殺さねばならんのか。殺すのです。そうです。殺しましょう。殺すのです。殺すのです。高級は国賊、国賊は殺すべきです。殺すのです。殺すのです。殺せ。なんだと。おい、王様、小生坊殿です。高級の沙汰はどうなった。西洋の宮殿の護衛三人はいずれも無敵の猛者、一人金500で話をつけました。馬車から降りる高級を襲います。罰を覚悟で宮殿の門前にて抱え上げ腰を真っ二つに。それでは西洋に知られた折私の立場が。手を下すのは西のものです。大ごとになれば
西王の面目が潰れます。必ずや揉み消すはず。王様には好都合かと、高級の葬式で泣くだけで良いのです。王様、そなたのような者が国を乱すのだ。もったいなきお言葉。先生、小生母が出てきたらこの私が殺します。やめろ。事態は差し迫っておるのです。安永殿のご伝言ゆえことは確かです。先生のお命を狙う資格を雇ったそうです。待ち伏せされておるのですぞ。先生、まずは王様の誤解を解くべきでしょう。さように思いますが。そうです。正しいと思う道を進むべきなのだ。人に知られずとも恨まずに、それが古の君子だ。大道を広めねばならぬこの身、小生坊は手を出せぬ。王様、参りましょう。先生。王様の宴です。ロー王様、お入りを。先生が思い出話をと。行きましょう、ご一緒に。痛い。宝太夫。王様の宴です。宝太夫、お入りを。王様の宴です。露国大夫の小生坊様、お入りを。得のない私が皆様と宴を楽しめるのは光栄なことです。乾杯しましょう。かつて漢中が指示をいたしました。宮中の宴や音曲は簡素にと。姓は税が安く商家の数が多い。臨死の位置は天下で最も富んでいる位置なれど、王はとても貧しいのです。粗食なれどお許しください。生と炉はいわば唇と歯、炉の王道は失われた。生に兵を借りて国を再興したく思います。生のご恩を炉は忘れませぬ。出兵すれば姓は非難にさらされます。町を譲りましょう。税の30年分を渡したとしても今の混乱よりはまだ良い。私はまだ退位しておらず、王の頼みであるなら出兵に大義が立ちます。非難は受けませぬ。
孔大夫はいかが思う？聖は炉の地を占領したまま。さような話を今持ち出すな。遥か古のことだ。聖王のお尋ねです。続けてください。強国の聖が出兵して町を譲り受け、そこから税を徴収すれば聖と炉は対立します。聖が仁義を示すつもりなら兵を出してはならぬのです。高級、生意気を申すな。王様、国に帰る道は目の前に。内乱の発端は統計です。王様と臣下が利を争った統計は政の荒廃の結果そのもの。王様は内にこもり、大臣たちは好き勝手。さようにして政が荒廃したのは身を正さなかったゆえです。恥を忘れ、目先の利を民と争った。かようにして災いが大きくなっていったのです。高級、そなた王に説教するのか？さようなことは。へりくだっても無駄だ。王様がなさるべきは真摯な謝罪です。炉の民に己の犯した過ちを述べ、真相を説明すれば三冠士の嘘も暴けます。農民たちも手を休めて歌を歌い、王様を迎えましょう。真相を説明する？真相だと？血迷ったのか？祭り事がわからんのか？小生坊殿と高殿は幼馴染とか、今の話をいかが思いか？試験は差し控えたく存じます。炉の使者ゆえ。構わぬ、話せ。宗公に始まる炉には礼儀はありますが、武力はありません。宮中の混乱は国中に広がります。つまり出兵に賛成なのですね？はっきり答えよ。続きを。小生坊は頼もしい。決めましたぞ。国に帰ったら私は小生坊を取り立てます。摂政にする。小生坊殿は出兵に賛成か反対か、どちらの決断にかけますか？私は子孫様のもとにおりますが、炉の民であります。ぜひ出兵をお願いいたします。炉では三冠士が争っています。聖が出兵すれば炉は一つにまとまり、末代までご恩を忘れないでしょう。さあ飲みましょう。一杯いかがですか？ここで皆様に余興をお目にかけましょう。出兵するか否かは見終わった後お聞きするとします。高尊将殿と天海卿殿、小屋氏殿は宮殿にお入りを。高尊将に殿海卿、小屋氏です。三人揃って虎や熊をも倒す猛者で、並ぶ者なき忠義者です。そうだな？そうです。持ってまいれ。宮殿の御苑で実った桃だ。10年で花が咲き、実るのに10年、食せば不老長寿の果実だ。王様に代わり2つ与える。分け方は問わぬ。自分たちで決めよ。戦の時王様のそばで11本も矢を受けた。これは一番の功績であろう。故に私が一つもらうぞ。残りを分けよ。3人に賜ったのに1人で1つ取ってしまうのか？
祖国との戦においてこの私は敵を10人も斬った。お前は王様のそばに立っていたのみ、それが功績か。王様の御前なのだぞ。ほらを吹くのも大概にせよ。私は三度王様を助け敵の将軍を斬り、その者たちの旗を奪った。桃はすべて私がもらう。バカを申すな。それはお前だけの功績ではなかろう。いっそここで決着をつけるか。よし、王様の前で白黒はっきりさせてやろうぞ。この出し物は三冠士の争いと申します。今だ。から勝負に来い。貴様も私に功績がないと抜かしやがるのか。怖いのか。怖いのなら出ていくがよい。お前だと。いやたちともお前のものだ。高尊将は勇猛無比の上不老長寿だ。高尊将は勇猛無比の上とこしえに年を取らぬ。待て。私とももう争う気か。共に戦い護衛を務めた仲間を桃のために殺すとは何を考えている。恥を知れ。確かに桃のために仲間を殺した。桃は聖のもの、誰に与えても構いません。王が弱いため臣下の三冠士が争う。その争いに加わるとおっしゃるのですか。分かった。この二つの桃は安太夫に分けてもらおう。老様、こちらの桃は三冠士の争いには加わらないと意味するものです。三冠士が力尽きたら兵で護衛して王様をお送りします。
コウ殿、この三人は死んで当然。銭をもらってあなたを殺そうとしました。王様はコウ殿の才をことのほか評価し、たとえコウのあるものを捨てたとしても登用したいのです。私も疲れた。続きはまた。小生坊殿、かける方を間違えたな。桃は差し上げられぬ。なんだぞ。まさか暗影が目の前の餌に食いついて来ぬとは。この世には高級のような愚か者が多いのです。どういうこと。王様、次の策があります。何が次の策だ。誠にまだ策があるのです。殺す。殺す。王様、どうかお聞きください。まだ策はあります。王様。なんて厚かましい。たけものが。目の前の利を見送るのは残念だ。ロがここまで衰退したのは良いことでありましょう。ロウが小生坊を殴っていたと報告がありました。小生坊は頭が切れる。もう少しで負けるところだった。損得勘定をする者は大義があることすら知らぬのです。嬉しい反面悲しさを覚えます。嬉しいのは小生坊がしくじったこと、悲しいのはあのようなものが増えたことです。おい暗影、そなた話し方が高級に似てきたな。炉の神王を認めるのだ。国の交わりを結べ。さすが王様です。秦国の捕虜2名、19と26の捕虜を買う者は足腰は丈夫、力仕事ができる。炉の関心5名、足腰は丈夫だが働くのは無理だ。安値で売るぞ。仕事はできぬから安値にしたぜ。炉の裏切り者どめはどうだ。働けぬから安いぞ。安値で売ろう。年は6だ。足腰が丈夫で力持ちだ。19と26の捕虜2名だ。買い物はおらぬか。安いよ。君はおらぬか。年は27だぞ。例の女1名はどうだ。年は重視で踊りが得意だぞ。秦国の捕虜に出会うことだ。足腰の部屋、それは19、もう一人は26だ。足腰が丈夫、力仕事ができるぞ。王様。なんだ。あなたは王様で我らは臣下。
王様と呼ばれても返事は無用です。そうか。あの逆神め、あの黒族めが。小生坊殿、先生がもう炉へ帰るようにと。感謝します。あの連中は実に当てにならん。人のする行いとは思えぬ。私を売るとは。ロは新王を立てた。いつの間に。皇宮はさっさと行け。先生は会わぬ。おい待ってくれ。分からぬのか。今ロに戻れば大業をなせる。黙れ。なあおい、私の話を聞いてくれ。聞いてくれよ。今の王様は飾りに過ぎぬ。人形のようなものだ。先生の言葉だ。婦人不義の友を持つのは恥だ。世界。